負けてないっていうことは、まあ、いいことだと思うんですけど、まあ、でもやっぱ勝ちきれてないっていう試合がすごく多くて、やっぱもっと勝ちに貪欲にやっていきたいなとは思います。まあ、でもやっぱ簡単には勝ち点は取れないっていうのは、まあ、みんなこうそういった試合をこう通じて感じていて、まあ、その部分は多分みんなすごい最後の締め方っていうのは、まあ、今まで以上にこう気を使ってるというか、まあ、そういう気持ちは持っていってると思うんですけど、まあ、現状結果がついてきてないっていう感じなのかなと思います。まあ、ウィングバックっていうポジションですけど、まあ、でもやっぱ守備っていう部分がやっぱ一番にあって、まあ、守備した中で、まあ、どう得点に絡んでいくかって、まあ、自分は前線の選手、もともと前線の選手なので、まあ、やっぱ得点には絡みたいですし、まあ、そういった中で今の数字っていうものにはちょっとまだ満足できてないので、もっと、まあ、得点に絡んでいけるようにしたいなと思います。まあ、でもやっぱ見てる人がワクワクするようなプレーをしたいっていうのはあるし、まあ、自分がこう海外のサッカーとか見ててもやっぱ面白い選手とかはの試合は見たいと思いますし、まあ、そういった見てるサポーター、ファン、サポーターがやっぱ飽きないような、まあ、プレーをしたいっていうのはあります。ドリブルの何かこう秘訣みたいな何かあったりするんですか？まあ、でも今のポジションになってから、まあ、守備で、まあ、体力使う部分も出てきて、まあ、その中でこう仕掛けるまあ、タイミングとか回数っていうのはすごいこう意識してて、まあ、どこでパワー使うかっていう、まあ、全部仕掛けて攻撃で体力使って守備で貢献できないっていうのがやっぱ今のポジションではそこを求められてるんで、まあ、守備の分もしっかりやっていきたいと思います。まあ、高校大学、まあ、まあほとんどセンターフォワードで、まあ、プレーしてて、まあ、点取ることでこう自分のまあ、評価であったりこう名を上げてきたっていうまあところあってこうプロにもまあ入れたと思ってるんで、まあ逆に言えば点取ればこのプロの世界でも評価されますし、まあ注目されると思うので、まあ今のポジションでまあできることをしたいと思ってますし、まあ今のポジションでまあ得点を狙って、まあまずはチームで一番点取れれば、まあ、次第とこう自分のチームの中でのポジションというのもこの前線の方に上がっていくんじゃないかなと思うので、まずは今のポジションでしっかり点に絡んで結果残したいなと思います。まあ、でもまずは試合入る前にやっぱ点取りたいなとは思うんで、まあ、最初はやっぱゴール狙って、まあでもなかなかまあ距離が遠かったりゴールが遠かったりした時にはまあ、意識的にこうアシストしようとは思ってないんですけど、やっぱゴールに自分がゴールを取るの次になんかゴールに絡みたいっていうのがあって、まあ、そこでアシストっていう、まあ、選択が生まれてるんじゃないかなと思います。今シーズンどうですか？長かった短かった？いかがですか？まあ、今思えば、まあ、短かったなと思いますけど、こう内容とか振り返ってみれば、まあ、すごい、まあ、濃いと言いますか、いいシーズンを、まあ、送ってきた、まあ、実感はあります。まあ、まずは、まあ、チームが勝つこと、まあ、そのために自分が点取ったりアシストであったりで貢献して、まあ、しっかり勝ち点3を拾っていって、まあ、結果的に、まあ、自動昇格圏内入ったりプレーオフ圏内入って、まあ、来季 J1 に入れるように、まあ、頑張っていきたいと思います。